その11、南国温泉湯けむり殺人事件。ココナッツは死の香り。にゃーさすが私、みんな感謝しなさいよ。はいはい、感謝してるわよ。まさか温泉が噴き出すなんてね。にゃー、気持ちいい。たまたま投げた爆弾がこれまた偶然にも温泉を掘り当てる。まさに天に選ばれた人間にしかできない芸当ね。にゃほほほほほ。まったく、さっきまで私なんてとか言ってたくせに。ねえねえ、たくみ、たくみもこっち来れば。姉さん、こっち覗いちゃダメだってば。だってどうせ板一枚しかないんだし、こんなのポイってしちゃえばいいんじゃない。ダメに決まってるでしょ。ケチ。まったく姉さんは。ああ、モテモテじゃないですか、たくみ氏。だよ、姉にモテたって意味ないだろ。バカ、お前バカ。姉だからいいんだろうが、そして妹だからいいんだよ。それ以上言うと俺は友達を警察に通報しなきゃならんからやめてくれ。大五郎、のぼせたんなら先に出ていいぞ。いや、薄板一枚向こう側に女性たちが裸でいるというこの状況、男の煩悩を律する修行にうってつけだ。俺は耐えるぞ、耐えてみせる。まあ頑張ってくれ。ああやだ、もうなとみちゃんのエッチ。乙女の胸大きい。じゃあもっと触ってみる。にゃあ触る。あうわっ。もうな、何やってんですか。なんだからいいじゃない。平気平気。のぞみも変なこと言わないの。あっちにたくみたちがいるのよ。っていうか、あんたらなんでそんなに父が出ないのよ。あたしによこせ。おいおい、なんというお約束シーン、 CG 枚数が半端ねえことになってんぞ。意味のわからんことを言うな。何か聞こえないか。そりゃいたっきれの向こうから桃色女子トークが。そうではない。この音が。うわぁ、あれはアメリカボーイング社大型輸送ヘリ CH-47 チヌーク。あのタンデムローター間違いない。もしや救助ではないか。はぁ、あ、間違いないよ。おーい、こっちよ。梅野も一世はここにいるわよ。よわっ。うわ、壁が飛んでいったら。ああ。もうちょっと考えて着陸しなさいよ。どうしたのよ、やっと救助が来た。待て、文野、梅の森、このパターンはすでに経験済みだ。分かっていると思うが、あえて言おう、これは不可抗力だ。つまり今、その手に持ってる硬くて痛そうなものはとりあえずそっちに置いて。いつまで見てんのよ、このスケベ。だから、これは俺のせいじゃなくて。このスケベ、2回死ね。